台湾の皆様、お久しぶりです。ハオチョウプーチェン。映画青春 18×2 鬼名と続く道で阿弥役を演じました清原香恵です。先日の台湾では多くの温かなご声援をいただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。また皆様に会えることを楽しみにしています。